チャー！ブッチャーよ、リベンジの時、俺は煉獄を経験してきた。その力見せてやろう。稲妻キックリカン、肉弾戦だ。稲妻キック、お、1000近いね。こいつ絶対最初に腕力砲使ってくるな。ザコなんてもうシカトだ。132、急で連携してきた。死んだ結局こうなるんかい。ちょっと周りを急ぎたいから連射で行こう。で、変幻自在のサイコブラスト、フォーク蘇らせてねえし、まあいいや。信頼68。え、何こいつ、雷耐性めちゃくちゃあるってこと。じゃあ総量波でいいや。で、連射で、トロイ狙いで BP を貯めながらっていう敵でもないけどね。アルドラ、フォークを回復してくれ。一応次頼む。これで終わりだ。終わらねえ。何、ブッチャー毎回舐めてるけどさ、意外に強いな。滝登りとかどう。体術って何が強いんだろう、いまだによくわからない。で、変幻自在がいけるようになってるのと、いけるように なりたいのと、変幻自在だな、やっぱり。間違えちゃったよ。回復をさせてしまった。まあいいや、これで完全に全開。で、問題は2戦目だよね。2戦目はもう取り巻きを先に倒しちゃおう。ついてねえぜ、決着つけてやるぜ。てめえこそ江戸吐いて死ね。あ、社員インパクトって何、ディレイか、投げ技効くのか。で、人雷、まあ、ブッチャーがあんまり効かないけど、アイスデビルも巻き込めるって考えたら、ちょっとそっちでやってみるか。で、ちょっととろい目ないで BP ためだな。で、サイコブラスト、行け。あ、そこそこ当たるな。なんだ、最初全然当たってなかったけど。で、回復をちゃんとやっていこう。滝登りの方でいいや。で、人雷もう一回使えるでしょ。クローティア、アローレインでいくか。で、回復の回復だな。滝登り、わからん強さが。人雷そこそこ入るから、いけ、ブレードロール、リフレクト。他人リフレクトあるのいいよね。てか、やっぱり3人くらい回復入んないとまずいか。クローディア、ディアナ、アルドラ、ちょっと耐久力の弱い組は自分で自分を回復だな。いけ、人雷、人雷3回連続で使うともうグレーの BP が尽きるんだよね。なので、スイングと回復は2人で十分か。ミリオンダラ行こう。で、ホークとグレイを回復。硬い。スイングあんま強くねえし。ミリオンダラやっぱいいね。サブミッションの方がさ、なんか打ち砕くことができそう。グレイ回復力低いかな。2段突きで我慢しよう。で、一応アローレイン回復のサイコブラストに入るか。アルドラは惜しいね。さて、ブッチャー1人になればもうあとは2段狩る。
あ、そうか、これで力も下げられるのか。藤娘もプラズマだな。アルドラのヒットポイントがちょっと減ってるけど、自分で自分を回復。そろそろ、おお、いいね、倒した。あれ、なんかバッタの手に入れた。で、こっからどうすんだ。船に乗るかい。普通だし。え、めっちゃ普通に解決してるんですけど。え、どういうこと。皇帝陛下は無事か。一応行こう。ここは皇帝陛下。行けねえじゃんか。なんかこいつに話しても終わりみたいだね。パイレーツコーストに案内しろ。ということでパイレーツコーストに来れるようになりましたという感じです。あ、報酬はだからもらえないです。まあ、あえてもらえたといえばオキナスのバンダナ。腕力と素早さ、呪いの耐性がある。どんだけ上がるかだね、例によって。あ、結構上がるじゃん。素早さ7も上がるんだ。なるほどね。ジャングルの奥地へ行く船だぎゃ、乗るきゃね。ジャングル探検に行きましょう。で、月光族の地図よくわからんけど、なんとなくドクロマークの洞窟のところに財宝があるんだよっていう感じかな。これで洞窟が現れていけます。こいつら排除しよう。それではシルバーの洞窟最奥ですね。ここにシルバードラゴンがいるんでぶっ倒しましょう。ある、煉獄を見てきたからな。で、羅刹書を覚えました。まあ、火力は高いよね、めちゃくちゃ消費するけど、まあ、LP 消費しないっていうのがまだいいかな。で、相変わらずウコムの矛は多分総流派が強いんだよね。で、藤娘は3ピートで、ハンガーはトロイ未来で回復しながら狙っていこう、例によって。で、サイコブラスト、まあ、攻撃は普通に通るね。一回ミスったけど、ギャッツ1560。で、2回は使えないから回復しながら BP 貯めるか。で、総流派クローディアはムーンライトヒール。ゲー、LP 消耗すんのかよ。じゃあこっち。あ、リエナで回復すればいいんだ。ザップでいこう。頼れるべきはザップ。よみがえれ、アルドラ。ザップの方が打折症より強いし。でも、サンチってそういえば武器の攻撃力依存とかがないから、それを考えれば強いのかな。あとマルチモードにしてるからね。で、ザップでディアナとアルドラで回復に入ろう。クレイで、ムーンライトヒール、ディアナ。回復量やっぱり高い、ムーンライトヒール。ダセッショー倒した、弱い。というわけでシルバー復活。ディスティニーストーン取ったらシルバー仲間にしに行こう。てか誰外そう。オパールゲット、まあ、アルトナはもちろん入れておくんで、
まあそれ以外だよね。さあそれでパイレーツコーストにシルバー親便がいるんで、ディスティニーストーンしっかり守んなよ。仲間になってください。私が親分、あんたは子分。それでもいいなら仲間になってやるよ。一向に構いません。で親便が仲間になりました。伝説の海賊、あ、ヒットポイント高え、539いきなり LP7 しかないんだ。それは少ないな。初期 BP めちゃ高いんだけど、44。初期 BP めちゃくちゃ高くて回復力が少ないパターンか。これ長期戦になると微妙なんだよね。でスキルはなんだ、竜神になってんだけど、まあなんか覚えさせるか、他のものをちょっと考えましょう。裏してんの、まだ戦ってないやつ。で羅刹将、濁流か。で無双三段覚えたんだよね。無双三段覚えたけどさ、命を使うんだよな。まあ、一回使おう、せっかくだ。でザップでいってサイコブラスト。シルバーは電光石火があるんだけど、これも命を使うんだよな。 LP 少ないからあんまり LP 減らしたくないっていうのがある。あとやっぱりガンガン覚えてく、敵がもう強くなってるからね。火力的にちょっと不安が残るけど、フォークブレードでいくか。ミストか、タイドルミスト一発だったらすげえだったよ。ミストミスト、おいどういうことやねん。命を削ったのに。もう一回で、さすがにもう使えないんで回復しておこう自分で。あーなるほど、ザップ1ずつ使っていくから回復が間に合わないのか。じゃあ2つまでいいや。ちょっとシルバー親瓶なんとかしてくれ。ナイトウェブって何、いや何かっぽいものを使ってきたけど、まあ、フォークブレードで700くらいか。まあまあまあ、てか濁流がさっき使ったやつが何なのか超気になるんだけど、何の効果がある。ちょっと今回ためだな、ための回。さすがに聖杯はちょっと使いたくない。冒険者プラズマブレード2400、悪くない。ガードできる。何まだたまんないか。羅刹将強いからね。ちょっと無双さんだ、もう一回真骨頂を見せたい。当たんない、こいつ回避率高いな。こうやって無双さんだ、どんだけ当たってんだか分かんねえ。え、なんだ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 。フォークはまだ大丈夫だな、攻撃しよう。フォークだけ攻撃して、あとちょっと回復に回そう。回復もBP が溜まるからね。あ、しまった、シルバーが何も覚えさせてねえんだ。魔法、魔法というか術、それとキャノン全然耐えられんな。カットインクロス1000、カットインで1000いってくれれば上々だな。羅刹将1500、あとちょっと稲妻キックで攻めていくか。でちょっと無双三段もさすがに使いすぎてるんで、そうだな、シルバーちょっとムーンライトヒールを覚えさせよう。帝国正規兵にしてやるから光の術に適性があるんだよね。やっぱ光か水どっちかに適性があると術がすげえ使いやすくなるから助かる。衝突剣も命消耗するからな。とりあえず持ってる大地の剣を持たせて。ヘッザキックとか強そう。ザップはマジでいい。やばいね。でグレイはまだいける。グ
クローディアは藤娘の耐久度が少なくなってきてんな。一回回復させるか。カットイン。回収メンバーはやっぱり武器回復率の高い人たちで固める方がいいよね。強いボスだと長期戦になるから。稲妻キックは1ずつ減っていくから、ちょっと次フォークが使えなくなるのか。回復とあれを攻撃を織り交ぜて、まあうまく回していこう。さあ減らしてんのヒットポイントが高いからね。今のゴーイ回避できない。やばい、2減った。もうあと4しかない。アルドラもちょっとまずいな。アルドラはマジで回復役だからな。まずアップは使っていこう。ムーンライトヒールでシルバーを蘇らせる。来んなよアルドラに。恐竜ショット3600。エストリット3回かよ。3回はきついです。羅刹はまだいけないで、蒼龍ザップはまだいける。幽霊回復だな。いやーちょっとシルバーの回復魔法がないっていうのが痛い。出た。これ3人回復に回した方がいいな。で羅刹打てるから羅刹を打っておいて、でフォーク、クローディアも回復だな。カースミニだ。スタンした。最悪、これスタンあるのかよ。下で、うおー倒れた。アルドラがさて、そうすると今減ってるのはグレイとクローディアが減ってるか、フォークも減ってんな。てかもう今回回復回だな。痛い。400しか当たらない。これ何なんだライトウェーブ、マジで。アルドラ回復、シルバーも回復、クローディア攻撃に回る、ザップで、ムーンライトヒールでグレイ回復させよう。でカスミ2段が溜まってきたからフォークブレードに切り替える。いったあー倒した。の雨も覚えさせるかな。1回くらいしか使えないけど、1戦闘につき LP の問題で。ロードオブカオス未解決になってしまった。両手王の42か、悪くない。知力アップ、シルバーに装備させよう。よし、これでガンガンまた技を覚えていこう。そもそもまだ技20個覚えてないから、その分 LP も減ってないんだよね。消費 LP がまだ高い。よくやってくれた。アギリスは我が手に落ちた。お前には礼をくれてやろう。変化した。俺もまたいっぱいいる系かな。フォークがね全然ないんだよね、その全体技が。体術はそう、羅刹掌とこっちが三流星っていうのを覚えた。これ多分12使うから強いやつだと思うけど、まあ羅刹掌がいいでしょう。ヘッドをどうするか、陣雷アロレインでちょっと攻めていこう。
でサイコブラストでロードカブオブカオスで不学発見覚えたんだよね。でもその前にブレードロールにしよう。まず周りを減らしておきたい。エコー出た。ソニックブレードオッケー。なかなかやるじゃないか。全体攻撃これだけ食らうとは。ブレスとかうぜえな。しかも毒割りだからね。いやグレアルドラがかなりやばい。とはいえ陣雷は打っておこう。で癒しでムーンライトヒール、シルバーはシルバーでムーンライトヒール覚えさせたんだよね。ちょっとホークを回復しよう。トリニティブレス、3回かよ。強いぞこいつ。全体攻撃が強い。周りもいるしね。こいつが一番強いんじゃないか全体的に見ると。いやーすげえ落ちてく。マジでめちゃくちゃ落ちてく。いや死んだ。これはかなりやばい。ここで誰か蘇らせたとしてもどうにもならないんじゃない。キルリスヘッド1体ずつ1体ずつ確実に潰して。いやでも6体いるからな。これ強えソニックブレード。だってもうブレスの猛攻で終わるよ。いやこいつは強い。よくやってくれた。リベンジ。一応強くはなった。最終試練こなしてきたんで、まあ、別にレフトハンドソードとか使わないけど、まあ、ただ羅刹章キルリスヘッドを1体ずつ潰していくか、まあ、全体攻撃使えるやつは全体で、まあ、初手からミリオンダラーは無理だからね。アーロレインでサイコブラストか。奇跡の水もありだな。回復させたけど1回使ってあるのかすでに。いいやちょっと1回奇跡の水使っちゃおう。ここででロードオブカオスのブレードロールだな。アロレンが1000いかないくらい。これがまあまあまあ全体に食らうからね。全体っていうか前衛中衛とかに食らうのか。奇跡の水。いや取り巻きも強いな。このブレスの連発がマジでつらい。意外にドクるしね。で回復にやっぱり入らなきゃいけないから、ちょっとホークも回復に入るか。でグレイって陣雷はやっぱ打ちたい。でミリオンダラーは打ちたい。誰か打たしたっけ僕。グレイを回復させて陣雷使ってミリオンダラー使ってムーンライトヒルで自分を回復させてブレードロールは打っておきたいよな。 LP 減ってるな。しょうがない。いやこいつ早い。しかもどんくらい当たる。しんどける。すげえ。まだ周り倒せないか。いやこれなんだ。ガチで強え。耐えられるか。一応耐えてんな。クレイはまだいける。ホーク自分回復だろう。でも陣雷打ってどうする。やっぱ攻撃はでもねやっとかないといけないから。ムーンライトヒールでアルドラだな。これでまだ死ね。まだ死なない。痛い。いやこれ周り倒せないと無理だぞ。一番強いこいつ。毒ってる。死んだ。あと誰。クローディアか。もう無理だよ。一応ミリオンダラ打って痛いです。当然か。強いです。3度目の正直ここで倒す。変更点としては
ホーク、斧を持ってきました。まあ、ブレードロール LP1 使っちゃうけど、まあ、LP 自体はホーク多いからね。でコスモエッグ攻撃力47なん でゼノフォビアとかはなんかこれ使ったけどさ全然微妙なんだよね。まあ、ブレードロールで周り行くでしょ。でグレイは陣雷で、クローディアは、まあ、アロレイン打つでしょ。で生命の雨を覚えさせてきました。で最初はただ聖杯で奇跡の水で、エスパーダロペラじゃなくてロードオブカオスか、ロードオブカオスのブレードロール、これで全体攻撃で削っていこう。400くらい、ソニックブレイドで奇跡の水でアロレインブレイス、これ散ってほしいな。集中して誰かにこう来るんじゃなくて、でどういう状況、まだいけるか、3人くらいちょっと回復に回すか。そうするとホークでまあ自分で陣雷でミリオンダラがいける。いやまだ早い気がするんだよな。ムーンライトヒールでシルバーでクローディアも回復させておきたいから、ムーンライトヒールでクローディア、ソニックブレード、これが強いんだ。あ違う、もう一個のやつが強いのか。そう前線2人にしたんだよね。グレイ陣雷だからね、中衛に下げた。それで今結構功を奏してるな。今のところは耐えてる。どう、まだ大丈夫だな。ホークが誰だ、アルドラをちょっと、やっぱアルドラ耐久力低いし全開には保っておきたいんで、ミリオンダラムーンライトヒールでブレイだな。シルバー400か、攻撃もありだな。いや元気だからちょっと一回撃とう。ブレードロールスネークバイク、よしリフレクトした。だ今回結構こいつも出れてるから、まだ生きてるか。取り巻きにしては強くねえか。なんか知力が下がってんだけど、ホーク結構集中的に食らっちゃったな。その分他の人が元気だから今回も2人回復でいけそうだな。シルバーで陣雷がまだいける、ミリオンダラもまだいける、ムーンライトヒルでホークでブレードロールは打つ。いやいやいや、すげえんだけど。これアルドラ食らったらやばいぞ。お祈りタイムだ、アルドラに当たるな。よし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 、で悩みどころだね。クローディア3人回復させたいな。じゃあグレイ陣雷まだまだ全然いけんな、ミリオンダラも全然いける、ムーンライトヒールアルドラで回復に回そう。クローディアよし倒した、1人倒した、よしよしよし倒した倒した、ソニックブレイド、これはもう勝ちでしょ。勝ち確、全力で生かしてもらおう、見せてやろう、ゼノフォビア無双三段、これなんだ、何が強いんだ、連射だな。でせっかくまあ持ってきたからちょっとナメプして生命の雨一回打っちゃおう。
完全に回復させるっていう意味でサザンクロスお見せしましょう。ほら1500、生命なめ回復力いくつ、めちゃくちゃ回復するやん。ゼノフォビアドーンってさ、あんま強くないよ。武装サンダースネークバイト助かるわ。じゃあちょっともうゼノフォビアはさすがにやめる。じゃあ何がある、強いのなくね。そういえば普通に体術羅刹師を行くか、命を削る。グレイは LP まだあるかな、無双3番で電車の、さすがに回復しよう。クロディアアルドラまだ元気だもんね。でもサザンクロスだったら変幻時ゼノが良くねえかっていう。ただ見せたかっただけ。あ、過激が入ってる、何の過激、4100とかすげえ。そうさんだもん、でもなんかそこまでじゃない、1200か、羅刹師1700、羅刹師はマジで強い。命削るくらいだったら総流派の方が良くない。でアルトラ回復させて、まあ、変幻時代まだいけんな、もう単品だからここまで持ってくれば大丈夫でしょう。こいつ自体もやっぱりヒットポイントあるな。ソニックブレードは前衛だけだから。おお、しかも防いだ。やっぱり細剣はいい、ガードも硬いし一番使いやすい。あと今回分かったこと、体術も強い、後半になれば強い、前半ちょっと微妙だなって思ったけど。でムーンライトヒットでホーク回復させて、あ、いけんな。ほらスネークバイトは楽勝、そもそも当たんねえし。プラズマ羅刹師、ちょっと待って、ホーク今 LP いくつ、あ、まだまだ全然あるわ。妖精イベントこなしてるからね、割と余裕はある。連射はもう打てないから一回ちょっと回復回にするか。グレイとムーンライトヒールでクロディア、アルトラも回復させとくか。総流派が2回で無双三段がプラス1回っていう感じか、攻撃力的には。羅刹師倒した、これで浦四天王は全員撃破で、こいつが一番強かった。なんとか3度目の正直で、前半の行動が出れてくれたのが良かったかな。最後に食らうデストロイヤー、まあ未決になるけどね。ちょっとデストロイヤー見てみよう。両手斧の49か、神か悪魔の力を秘めた両手斧、力がアップ。え、俺ロード・オブ・カオスが42でデストロイヤー49か、まあ一応装備しとこう、せっかくだし。では浦四天王イベントこれにて終了です。ではサルイン戦サクッといきましょう。
グレイが倒れちゃってるけど、羅刹の連射ので回復させての変幻自在。痛い。でも回復量が低い。だが行くしかない。2段突き。究極で魔法区でムーンライトヒールでグレイで変幻自在。ボーテックスとかなんかすげえ最悪だったやつ。あ、復活してるか。力が隅々にまで行き渡ったぞ。これからが死んでるからな。ラセッションが打てん。稲妻キックも行きたいけどな。一回パンチアウト、あと総流派でで連射で回復エフだな。もうでシルバーはできるだけ変幻自在。アビス、アビスって一撃しかよ。で稲妻キックの総流の連射のムーンライトヒルで回復。でもう一回だな。使うか。一回生命の雨、そこから回復量は低いんだよな。ちょっと一回衝突拳でビビため。待っても300は確実か。そして稲妻キックの2段突き連射。いや待ってクロディア1回。いや待って2段突きで連射で自分にただのミイラ薬。ヒットポイント的にはまあちょっとホークが減ってるからホークを回復しよう。2かデルダベトラ全然楽勝だな。これはで稲妻キック使えないからパンチアウトで1回貯めて、でまた総流派の連射があと2回打てるか。アルドラはまあ癒しの水でシルバーだな。で、シルバーと石化が打てるようになったって。石化来た、これ死んだ。ロッドハンダーマジで無理。で、総流連射のムーンライトヒルでホークでしょ。で、また衝突拳。アニメートやられた。遅かったか、最悪だ。アニメートだけはマジで最悪だからな。電光石火打って LP1 減るかもしれないからな。奇跡の水最後に打っとく。破損してもいいや、別に最後だし。でもそろそろ終わりそうな気もするんだよね。誰から殴られた。誰が殴られた。シルバーか。無双さんだ、行こう。で連射も打てる。アルドラはシルバー回復。あ、グレイのヒットポイントも減ってんのか。いい役でちょっと痛い。ただ剣の雨は来なかったな。そろそろ終わらせたいは終わらせたいんだよな。シルバーのグレイか。攻撃役が2人になっちゃった。ロッドハンドがやられた。ひどい。死体切りはやめてくれませんか。で無双三段ムーンライトヒールで変幻自在だな。これで終わり。終わりですね。お前の消滅せよ。
というわけでアルドラのイベントも無事終了して、ホーク編これにて了となります。まずは礼を言っとくぜ。ありがとうよ。だがな、ずっと思ってたんだが、海賊をこんな目に遭わせて何が楽しいんだ？てめえの狙いは何だ？って答えが聞こえるわけもねえな。他の連中も俺みたいな目に遭わせてやってくれよ。はい、というわけで、次回ちょっと誰編になるのか決めてないですけれども、もう5週目ですね、やっていければと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。